バスの中でおかしい。今日は10月に新たにリンゴルフオープンの開催の場所になったあても高原リゾートベルナチオに、これからバスで一緒に、あ、レナゾーちゃんです。レナゾーです。レナちゃんです。同い年です。レナちゃんと私の2人で行ってきます。場所は新潟県ですかね。新潟県でちょっと涼しいのかなと思ってるんですけど、うん、ご飯がめっちゃ美味しそう、美味しいっていうことなので、ね、ちょっとご飯とかお部屋とか温泉とかいろいろ楽しんで、ゴルフも楽しんで行ってきます。頑張ります。はい、じゃあホテルベルナチオに到着しました。めっちゃ広くて、ちょっと多分全部追えなそうです。超綺麗、超綺麗。中に入りましょう。ここはエントランスです、ホテルの。あ、先に本日館内とかをいろいろ紹介してくださる川島さんね。はい、経営企画室と、あと、はい、マスター室兼にやってます。はい、ちょっと今回私たちはゴルフなんですけども、他にもあるんですかね。そうですね、はい、いろいろとゴルフイベントもプールもございますし、あとはこう自然を楽しみながら学ぶっていうポポラの工作とか、はい、あとはアルプスアドベンチャーっていってこう空中アスレチックみたいな、ターザンロープをこう長いターザンロープ、池越えのがすごい、もうファミリーとかお子さんがすごいお楽しみいただけると、はい、あとは温泉もしっかりした温泉なんで、そうだ温泉だ、そうだ、よろしくお願いします。はい、また後ほどよろしくお願いします。じゃあちょっと中に夏休みなのお客さんがいたくさんです。ちょっと模型があるんで、ところどころなんか動物がいるね。すごいかわいい。ゴルフ場だ。ね、ゴルフ場がちっちゃく見える。ね、はい、これからリンゴルフオープン参加者の方が泊まるツインルームのお部屋をご紹介に行きたいと思います。館内こんな感じです。綺麗、うん、はい、ちゃんと売店もございます。そしてキッズルーム、キッズルームもございますよ。ここがツインルーム、はい、すごい綺麗、広い。ちょっと今エキストラのベッドが出てますけども、すごい綺麗。これ畳んで、おー、あ、かわいい、すごい広い、十分。これ、これここ一人でも泊まれるんですか。ちょっとお値段がちゃいますけど、はい、シングル利用もできます。おー、すごい広い。これエクストラ入れてるんですか。はい、今ちょっとエクストラが入っちゃってる。はい、でも全然でただのソファー、すごい、めっちゃ広いですよ。じゃあ、そして外、わー、すごい、おー、いい景色。すごい、広いな、すごい。虫、うん、虫もほら、ここにもいますね。こちらが、お手洗いですか。そうですね。あー、はいはい、一応ここの温泉もありますが、こうやってお部屋の中にもシャワールームがございます。アメニティがしっかりしてますね。アメニティは力入れてます。おー、確かに女子的に嬉しい。 DHC のクレンジングとかすごい。あ、すごい、フットシート、なるほどね。あ、そっか。あー、すごい。これはね、結構リンゴルフオープンで女性の参加も多いので、はい、女性2名で来られるのもすごいいいかと思います。まあ、2名と4名でも、うん、場所は十日町にございまして、十日町、はい、新潟の、はい、で十日町と、うん、イタリアのコモ市っていうところが、はい、姉妹都市になってますので、はい、こういった外観とか内観のデザインは、うん、イタリアのイメージを表すので、ぜひ皆さん楽しみに。そうなんですね、はい、本当なんか迷いそうですね。迷っちゃう。うん、迷っちゃうぐらい広くて、ここはステーキのレストランです。
で、私たちはお昼はバーベキューに行きます。バーベキューありがとうございます。すごーい、すごい、あ、なんかすごい楽しい、すごいなんかやっぱ涼しい、ベタベタしない、ジメジメしないんですね。そうですね、うん、特に気候いいですね。あ、そうなんだ、はい、海外みたいじゃないね。ゴルフコースの脇にある、いいね、向こうがもう一番ホール、ゴルフを感じながらバーベキュー、うん、すごいすごい。じゃあここにしよっか、うん、はい、こちらがバーベキューのメニューです。バーベキューランチセット、ランチセットがある、ランチセットがいいかな、うん、ね、単品メニューも、うん、こんな感じでね、ここで焼くんだ、ここでね、ここで多分網を、鉄板網、うん、を引く。あとはビール、うん、ご飯だ、ご飯だ、サラダバーがついてます。カッパン、あ、大根、うん、大根サラダだ、めっちゃ本当だ、さっぱり、オッケー、はい、お肉とじゃーん、イエイ、じゃあ牛と、うん、豚とベーコン、骨付きフランク。じゃあここはやっぱり牛から行きましょう。わあ、あざー、今焼いちゃうよ、うん、これからお肉をあ、すげえパチッつったやっぱこう自然の中で食べるってめっちゃ気持ちいい、うん、なんかまた格別ね、うん、なんか野生の動物が出てきそうじゃないなんかうまいそうじゃない、ね、うまいそう、うん、お馬さんがいそうですよね。そうそうそう、ちょっと豚肉が焼けたので豚からいただきます。うん、ご飯がね、お米も多分コシヒカリって言ってたんですよ。うん、めっちゃ美味しそう、新潟だからね。うん、うん、うん、いや、めっちゃうまうん、そろそろ牛も焼けるし、うん、結構焼き早くない？ね、早い、うん、おいしい、米美味しい？柔らかい、うん、米、いや、ずっと柔らかい、うん、うん、どうや、うん、美味しい、すごい、うん、美味しい、幸せ、ご飯が進む、うん、今は骨付きフランクも焼いてます、うん、うん、豚も美味しかったけど牛もまた美味しい、ね、牛も美味しいね、うん、レベル高いわ、うん、美味しい。あとロブスター頼みました。ロブスター、レナちゃんはですね、私と同い年で今年32の年です。なりました。見た目めっちゃギャルですけどその日焼けはゴルフ焼けですか？うん、ゴルフと日常生活、うん、日常生活ってそんなに焼けるお昼に、うん、私毎日職場の近くの公園で、うん、一人で食べてます。あ、外でお弁当、うん、そう、えらい、作ってるの？うん、作ってます。えらい、家庭的、まだ未婚ですゴルフ歴は何年ですか？ゴルフ歴は、うん、もうそろそろ3年になるかな。もうそろそろ3年、うん、ベストスコアは？ベストスコアは、うん、この間、うん、先月87を出した。お、すごい、うまい。それまで95、うん、4回出してて、うんうん、え、一気に？一気に。え、95から87？ そう、だからびっくりして、すご、うんうん、すごい。その日は 何が良かったの？その日は、うん、ドライバー、うん、2打目、うん、アプローチ、うん、パター、全部良くて、あー、揃った。ただ、その87を出す前の2週間、うん、もう、みっちり練習した。おー、なるほど。じゃあ練習の成果が、うん、すごい。結構そのゴルフコーチにアドバイスしてもらったりとかして、うん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 、やっぱり周りに上手い子たちが、うん、女の子たちがいて、うんうん、私もそういう風になりたいなって思って、うん、で本気で頑張ろうと思って2週間みっちり見てもらったら、うん、出た、なんか掴んだ。おー、そしたら87出ちゃって、すごい、なんか自分が自分のみたいだったけど、ね、うん、これからも頑張ります。はい、やっぱ練習、練習ですね。うん、練習あるね、はい、最近私ちょっとサボり気味なんで、
練習頑張ります。練習私も頑張んないと、うん、はい。チャペル、チャペル、あ、チャペル、へえ、はい、あそこは結婚式場らしいです。チャペルです。綺麗綺麗、結婚式もできるんです。さて、これからリンゴルフオープンの宿泊される方は前日に前夜祭があるので、前夜祭の今会場に向かっております。あら素敵、すごいここですね、会場だ。結婚式の披露宴の会場に。おお、すごい、綺麗、広い、広い、見て見て、ここ見て見ておお、すごい、すごい、寝れるんだ、すごい、ね、完全に、完全にここ結婚式場の披露宴会場ですね。こちらで前夜祭をやります。はい、私も参加するので皆さんぜひ宿泊で来てほしいですね。やっぱ前の日みんなとこうちょっと打ち解けたりね、うんうん、して、うん、ゴルフ仲間もね増やすしね、増えてね、ただコンペに参加するよりもね、そうそうそう、はい、こんなにいい施設、うん、ぜひとも本当にこれは来てほしいです、うん、じゃあちょっと結婚式場も案内してもらいます。ラサーラです。こうか、下手くそ、下手くそ、下手くそ、こっちだ。ラサーラ入りまー、おー、 おー、すごい、素敵、こんな、素敵チャペル、綺麗、素敵だね。ベルナチオでは今年からウェディングに力を入れてるみたいで、ドレスショップが今月8月1日にオープンされたばっかのようです。めっちゃ綺麗、やばい、綺麗、かわいすぎる、女性の憧れだよね、やっぱり純白の、なんかいっぱいデザインある ね、なんかこういうちょっとキラキラしてるの好きだな、うん、すごい綺麗で超かわいい、やばい、いや好き、ね、こういうなんか A ラインっていうのポイントと、うんうんうん、マーメイド型も着てみたくて、いろんな形によって全然違うもんね。ちなみにゆっこしは、うん、ウェディングドレスを見に来たことはありますでしょうか。ないですよ。じゃあ初体験、初、すごい、こういうシンプルなのもいいよね。あ、シンプルなのもやっぱ綺麗ねー、うん、お色直し、あ、いろんな色がある、うん、紫、これ赤、うん、これも赤も綺麗、うん、でもブルーもやっぱゴルフやる人って多少ね、うん、こうどうしてもちょっとこんがり、うん、ね、日焼けしてるから、焼けてるから、うん、レナちゃんとかめっちゃ黄色いんですよ、かわいいね、うん、いや綺麗、刺繍が綺麗ね、なんかやっぱ色いっぱいこういうの見るとお色直ししてみたいと思っちゃうけどね、うん、ね、5回ぐらい、5回、5着ぐらい来たよね、一家の結婚式ね、え、披露宴それじゃバタバタなっちゃう、すごいさて、これからコテージに向かいます。はい、楽しみだね、はい、やっぱこの広いんで広いからね、そう、敷地が広いんで移動はこうやって車を出してくれます、うん、まあね、東京ドーム109個分だから、さすがに歩けないかな、そう、ね、やっぱなんかちょっと日本っぽくない ね、こうやって見ると雰囲気がちょっとアルプスにいる、うん、はい、コテージにやってまいりましたよ、かわいい、まあ、ファミリーマートへようこそ、ファミリーマートへようこそえ、すごい、ファミマね、すごい、なんかすごい木の匂いがする、すごいウッディだね、うん、ここにベッドが2つ、ヒノキの香りがするよ、ここはリビングだね、リビングです、キッチンもついてますよ、キッチンも、じゃあお肉入れまいります、はい、電気つけ、なんだろう、なんだろう、あ、かわいい、なんかこういうのいいね、そうだね、これ、さあ、もう一個の寝室、ね、かわいい、ここいいね、これはちょっと星空が見える、うん、これはゴルフ合宿が楽しくなるね、上からの景色、うん、
敵。コテージの部屋はこんな感じで、リンゴルフオープンに参加の方は先ほど紹介したツインベッドのお部屋になります。なのでこちらを参考に。はい、はい、一旦お風呂に温泉に入ってきまして、これからご飯、夜ご飯です、うん、お空が綺麗なの。すごい大自然。あー、ちょっとカメラじゃ分かんないかな。あ、いい感じ。これ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 、綺麗なの。夕焼け食べてまた温泉入って早めに寝て、明日ゴルフです。夜ご飯です。アルコール飲み放題です。ビールの種類が多いですね、うん、もう我々そんなに若くなので飲み放題はいらないですね、はい、よし、じゃあちょっと行ってみよう。あ、見て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 、あ、新鮮な。これは野菜、トマト大きい、ね、あ、しかもやっぱこうなんかなんだろう、あ、ブサイクな感じが、うん、自然な感じ、うん、美味しそう。これ何じゃない、トウモロコシ食べたい。何だよ、朝どれの鬼もろこし、こういろいろと、あ、お刺身、すごい。でも日本海が近いからやっぱ新鮮なんじゃない？ねえ、皆さん見てこれ、お寿司、寿司、お寿司がある、やばい。どれものどぐろ、マジでどこに書いてある。お、本当だ、今日の握り寿司、これですよ。ちょっと炙ってありますね、最高じゃないですか。すごい、しゃぶしゃぶやってくれてる。あ、絶対おいしい。これ舞茸とナッツ、目の前投げてくれてますね。フォアグラ丼、え、これ食べなきゃだよね。これすごいね。あー、これ絶対カニコロッケおいしいじゃん。カラの餃子、中華もあって、あ、ちっちゃい、なんかお子様用、お母さんになってて、ね、様用でちっちゃいサイズが、今回お子様は来ないね。すごい、ざっとこんな感じでした。デザートもあります。さて、取りました。これから食べます。夕飯です。はい、夕飯ね、じゃん、じゃん。まずはね、ちょっと最初あんま取りすぎちゃうと、そうそうそう、すぐお腹いっぱいになっちゃうので、うん、枝豆の乾杯しようか。乾杯、うん、めっちゃうま、濃い、濃い、濃い、あ、これめっちゃ好き、美味しい。じゃあ食べましょう。いただきます。大きいトマト、大きいね、うん、お、すごい、なんか、うん、なんかつ、めっちゃ潰れそう。すごい、なんだろうか、甘い、甘い、甘いんだ、うんうん、天ぷら、私天ぷらの中で一番好きなのが舞茸なんですよ。抹茶の塩つけて、天つゆよりも私は塩派です、うん、すっごいサクサク音鳴ってるけど、あー、うん、そのアート物語ってるね、うん、美味しいわ。なんかこの椎茸がこの辺の地域の十日町で作られてる椎茸っぽくって、書いてあったね、十日町椎茸って、うん、でも美味しそう。サクサク、舞茸とはまた違う、うん、やっぱ椎茸の方がちょっと風味が強いと思って、うんうん、いや美味しいわ。生トウモロコシ事件です。ちょっと一口かじったんですけど、うん、うますぎてびっくりして、これ10月あるのかなと思うかし、わかんないんですけど、これめっちゃ美味しい。甘いよね、おかわりしようと思った、うん、これは衝撃、甘いよね、うん、めっちゃ美味しい。やばい、これはやばい。はい、じゃあごちそうさまでした。楽しかった、ごちそうさまでした、楽しかった。やっぱ意外とあんまり食べれなかったな、うん、食べたかったんだけどな。お昼やっぱちょっとお肉食べ過ぎちゃったね。そうだね、お腹いっぱい、そう、ちょっと大丈夫に食べなくてちょっと悔しいんですが、うん、リベンジしたいね。今お部屋に戻ってきました。ほうじ茶で、ほうじ茶でちょっとまったりタイムです、うん、で明日は
朝7時20分ぐらいのスタートでゴルフです。なんかあの川島さんが言うにはちょっとグリーンが難しいってね、うん、2段グリーン、3段グリーンとかが結構あるみたいで、なるほど、芝あの、ベントって言ってたかな。あ、なんか池もあるし、バンカーも結構多そうな雰囲気、ね、設計者がジョン・マイケル・ポーレットさんっていう方ですね。あ、ヤーテージ、あ、でもレディシティは短めですよ、5178、なんでそんなにすごい長いわけでもない。そうですね、うん、ちょっと短い方なのかもしれない。楽しみ、楽しみだね。明日のなんか目標、明日の目標は、まあこんだけ今見たところバンカーとかが池があるから、うん、やっぱコースメイクかな。コースメイクね、うん、結構こう欲張りな性格があるからいや、ここは池越えで行くでしょうとか、もうこう、うん、トライトライトライ、もう攻めるのね。攻めるけど、ちょっとこれを見たところ、うん、少しずつ刻んでね、うん、刻んでね、ちゃんと刻んで、ちゃんとコースメイク。そうだな、コースメイク、はい、はい、最近、実はあんまり調子が良くなくて、ゆっこちゃん、私が、はい最近ちょっとなんかこう飛距離を出したいと思っていろいろこうやってたらちょっと崩れちゃって、最近なんかその日によってちょっとなんかもうよくわかんない感じなんで、明日はいいといいな、ね、そうだね。あとでもう一回温泉に入ってゆっくり休んで、そうだね、明日に備えないとね、はい、今ちょうど結構肌寒い感じだったからめっちゃ涼しかったよ、ね、じゃあ明日に備えて、はい、もうしばしまったりしてからお風呂入ります。